灰がありますんで、ぜひそのお水を皆さんにかけてください。水の入ったカップの取り合いです。僕はこの日が来るのを楽しみにしました。プロ初ゴール、おめでとう。この思いちょっと皆さんにちょっと教えてくださいよ。いや、もうちょっとこうやって改めて、はい、祝ってもらうと恥ずかしいです。これ何だったんですかね、この10年間。いや、もちろん狙ってましたよ。もちろん狙ってましたよね。そうなんですよね、うん、ただ欲がなかったんですよね。おいおい、申し訳ないですけど、今日から欲出していってもらってもいいですか。欲が出てきたっていう理由が、はい、教えてください。娘にですね、はい、いつになったら点取るのか、それで気がつきました。いや、今日は娘さんも相当喜んでるじゃないですか。そうですね、はい、最近子供2人目も生まれたので、はい、喋りたいですけど、まだ喋りたいですから。続きまして、美波選手、まずは0点カウントを決めます。史上初めてだと思います。ありがとうございます。この今日の勝利はやっぱバックス陣を含めて、はい、みんなが一生懸命やってくれてたんですけど、まあ、一番は美波さんのコンセプトだと思いますが、2試合連続で三振決して、ちょっとだいぶプレッシャーがかかってたんで、まあ、今日はホームで、はい、皆さんの力を借りて、はい、ゼロに抑えられたんで、はい、よかったです。よかったです。そうですね、炎上です。炎上ですね。よかったです、炎上にならなくて。渡辺さん、ここって自分のちゃんと歌うって知ってます？どういうことですか？自分自身のチャットって分かります？はい、分かります。それを渡辺さんがリーダーとかって歌い始めるとみんながついてくるという非常に恥ずかしいコーナーなんです。おー、みなみゆうた、おー、みなみゆうた、おー、みなみゆうた、イエーイ、おー、みなみゆうた、おー、みなみゆうた、おー、みなみゆうた、イエーイ。まずちょっと待ってね、まず頭からしっかりしていって、ちょっとリクエストなんですけど、その前に一個ボール取ったぞってちょっと叫んでもらって言ってほしいですけど、はい、お願いします。いいですか、皆さん、自分のタイミングでどうぞ。プロ10年目で初ゴール取ったぞ。渡辺和人。